皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今回はですね AKB のセンター岡田奈々さん25歳が、2.5 次元俳優と、真剣交際ということで、まあ、親公認みたいな感じになってますね、記事になっているので見ていきたいと思います。で、AKB48 の岡田奈々さん25歳が誕生日の時ですね、同じグループメンバーの村山さんら、友達の住むマンションを訪れたと。で、この日はですね昼頃から AKB の、59枚目のシングル元カレですの発売記念イベントがあったということで、岡田さんは自宅からショールームで、誕生日カウントダウンを生配信して、そこには、村山さんも一緒に映っていたということで、ユーナーの愛称で親しまれている、村山さんと岡田さんと仕事だけでなくプライベートでも、仲が良すぎるぐらいにいつも一緒にいるということで、岡田さんのボーイッシュな魅力も相まって、2人は付き合ってるんじゃないなんて話が出るぐらいの仲がいいということですね。で、AKB の中でも圧倒的人気を誇るメンバーということで、岡田さんが2012年に AKB の14期生としてグループに加入して、51枚目シングル、ジャーバージャーですね。58枚目のシングル、ネモハモ、ルーモアなんですかね。ではセンターに、抜擢されているということで、 AKB を代表する人気メンバーに、上り詰めたと。でそんなですね、もう今 AKB の中心的な存在になってきた岡田さんなんですが、ミュージカルで共演したイケメン俳優と交際しているということで、今年1月に開催された、AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦では初優勝を果たし、歌の実力も見せつけだということで、それでまあミュージカルにも挑戦して、今年6月にマギに出演したということで、この出演がきっかけで交際相手と出会ったということで、その相手っていうのがミュージカル、で共演した 2.5 次元俳優の井野弘樹さんですね、30歳で、数々の、話題舞台で主役を担うなど、まあ、すごく実力、人気も実力もあるというイケメン俳優ですね。で、岡田さんの知人が2人の関係性を明かすということで、まあ、舞台の共演がきっかけで、交際に発展したということで、まあ、6月にはすでに親密な関係になっていたと、頻繁にお互いの家を行き来しているそうですということで、その誕生日の日にですね、2人が、まあ、合流してですね、電車を乗り継いで降りた先は商店街が有名な都内某駅だったと。で、駅から少し歩いて2人は、まあ、初老の男性とスーツを着た女性に頭を下げたと。女性は不動産関係者で、男性は岡田さんの父親ということで、だからまあそこからね親公認みたいなことですよね。だからまあ親もいて、そして彼氏もいるという状況で、まあ、行動しているということですかね。で、4人揃って新築マンションの内見を始めたと。で、2人で同棲を始めるということだろうか、2LDK 以上ある高級マンションを30分ほど見た後に、近くのカフェに入って書類に記入をしているということで、カフェを出て再び駅へと向かった道中では、岡田さんが父親の目の前で、腕を組ませたと。で、電車に乗って、おのおの解散したということで、ただですね、岡田さんの、まあ、以前のコメントで、スキャンダルで這い上がるメンバーがいてもいいんですけど、真似はしてはいけないと思うと、まっすぐ頑張ってる人が報われるようにグループを変えていきたいという、コメントがあったので、まあ、この後ちょっとツイッターのね、皆さんのこう反応というか見ていこうと思うんですが、その中ではやっぱりこういったコメントがあったのに、まあ、残念というかねっていう意見が結構見られました。で、別の AKB 関係者は肩を落としながらこう話すと、新たな AKB として、方向転換を図った岡田さんセンターの、まあ、期待があったんですが、まあ、紅白を逃したショックが大きいと。で、その時にスタッフメンバーが、来年こそは紅白と、声を掛け合っていたと。で、しかし12年連続で受賞していた、
日本レコード大賞にも落選してしまって、紅白も出場を逃す結果になってしまったということで、そんな、まあ、タイミングでね、センターの、まあ、熱愛スキャンダルということになると、まあ、ちょっとメンバーのモチベーション含めてですね、ちょっとグループ内でちょっと不穏な雰囲気というかね、まあ、マイナスな感じになってしまうのかなというところで、まあ、この記事が終わっています。で、最後にですね、ちょっとツイッターで、皆さんのこの記事ニュースに対する反応を見て終わりにしたいと思います。はい。で、SNS ではですね、まあ、ツイッターの反応ですね、結婚発表をぶち上げた、須藤さんの時の岡田さんのコメントがこれブーメランになっちゃったな、忘れてないからなと、本当まっすぐに頑張れる人が報われるべきと。で、岡田さん真面目に活動してるでしょ、急に卒業したり、急に卒業したリリポンさんとは違いますよね、恋愛は別に良くないと、なんで恋愛したがるんだろうと、こういうの報道っていうのはプライバシーを盗んで記事にするビジネスでしかないと、そもそも岡田奈々とか誰やねんって、岡田奈々って AKB 卒業した、してないよと、恋愛禁止なのはわかるけど、10代や20代の若い女の子たちに恋愛禁止を強いるのは酷だよなと思うと、これ峯岸さんのね、丸坊主にした、謝罪会見、まあでもね、東海オンエアの方と結婚しましたもんね、AKB48 知らんがなと、岡田奈々といえばこちら、二次元はこういった三次元と違って裏切らないので、押すなら二次元がおすすめですよと。ついにこの文字の並びを見てしまった、好きになったものは仕方ないと思うんだよね、好きにならないとわからない気持ちもあるし、どんな結果になってもその道にある苦しみは背負わないといけないしと、もう十分頑張ったから好きに生きてほしいということで、まあ綺麗な言葉でね、まとめるつもりではないんですけど、本当ね、まさにこう賛否両論というか、まあ若いし、自由なんじゃないかという意見もあれば、やっぱアイドルだから、恋愛はその間はね、メンバーにいる間は我慢してほしいっていう意見も、本当は今のところですけどね、こうツイッター見た限りはまあ半々というか、両方あってですね、まあそれだけやっぱり注目があったり人気があるんだなと。だから全くね、人気も何もない人だったら別に記事が出たりね、恋愛してもみんなも興味ないと思うんで、まあ、人気があるがゆえのね、まあ、いろいろ大変だと思いますけど、今回はですね、岡田奈々さんの、恋愛報道の、記事ですね、紹介させていただきました。よかったらですね、下の、概要欄に自分がやってるツイッターのリンク貼ってあるんで、よかったらツイッターフォローしていただいて、こちらのチャンネルですね、もよかったらチャンネル登録して、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。